です。こんばんは、お年玉キッズでした。 PS4 でプレイしておりまして、少しズルして時間最速ガン逃げなど、シングルモードのロアを 100% にしトロコンしました。おー、すごいですね。しかし自分の目標を達成してしまい、燃えている火がとろ火になってしまいました。明確に示されている〇〇をクリアする以外でどうやって新しい目標を立てた方がいいか悩んでます。それに加え、ただトロコのために達成できればいいやという思いで突っ走った結果、自分が強くなっている感覚がなく、いわゆる格ゲー筋力がついている実感がありませんでした。実際にコンボチャレンジはなんでサクセスの文字が出たかわからず CPU は苦戦します。ゲームをプレイするにあたり、成長するために頭を使わなかった自分が悪かったと思います。そこで格ゲーするにあたり、大前提で意識しなければならないこと、頭に置いておかないといけないこととかありますでしょうか。 PS プラスが割引になりそうで、またネット対戦できたらなぁと思います。あー、なるほどね。はいはいはい、そう、お年玉でちょっとメルブラやってみようかなっていうキッズ、ありがてえ話がいるんですが、トロコンはしたんだけど、トロコンに夢中になって、まあ、特にゲームは上手くならずにトロコンだけして終わったというパターンですね。まあそういうのはあるでしょうなとは思うんですが、ちょっと待って、これ話長くなりそうなんで、ちょっとトイレ行ってきますね。まあ1分ぐらいで帰ってくる。よいしょ。トロコンができたけど上手くなってる実感がない。まあ難しい話ですね、これは。かなり悩ましい話。なるほどね。確かにね、これはまあ俺もちょっと良くないなっていう気がしてきたわ。その前もちょっと話したんだけど、格ゲーをやっていて、そのなんつうのかな、昔ストツをやってる時にどういう気持ちで格闘ゲームの練習していたかっつうと、そもそもゲームが面白くて、練習をしたいな、強くなりたいなと思ってやっていたわけではないんですよね。そもそもなんだけど、そもそも、いや、単純に面白くてずっとやっていたらいつの間にか強くなっていたという、ただそれだけっていう、何の参考にもならない生存バイアスが働いている俺の体験談なんですけど、本当に良くないね。なんで、まあその強くなりたいなっていう人に対する動線引きが、ゲーム内ではそこまで惹かれていないのかなって気がちょっとして、まあちょっともうちょっと研究する余地があるなと内心思いつつの話なんですけど、何言ってんだって感じなんだけど、まあとりあえずですね、どうやって言ったら、どうやって言ったらいいのかという話ですね。新しい目標の立て方、これわかんないね。
勝手に目標作ってたからな。そのスーファミのスト2やってる時はそのなんだ、まず普通にエンディングが見たかった、エンディング見たいっていうか、あの全員倒したかった、ベガーもちゃんと倒したかった、で竜剣、まあとりあえず全キャラで頑張ってクリアをして、で途中から欲が出てきて、なんかパーフェクト勝ちしたいなって思うようになって、全キャラのその CPU 線のはめ方をずっと考えて、結構パターンを作ってはめるようにしてましたね。でまあ P ガチをかなりできるようになって、まあ、いわゆるスコアアタックだよね、あのゲーム P ガチすると結構いいスコアになるんで、まあ、それでまあ自分の中では当時小学生とかなんですけど、頑張ってやってました。小学校、中学校、小学校かで、でその CPU をはめたいっていう気持ちの中で生まれたのが、要するに魔界村とかロックマンとかマリオとか、まあ何でも同じなんだけど、まあ赤狼でも何でもいいわ、ミスらないように勝つって、要するに操作練習なんですよね。敵の攻撃を食らわないようにしっかり倒そうって、要するに細かい操作をミスなくやろうって話じゃん。反応してどうとかじゃないのよ、あの正確にやる、ただそれだけっていうのをずっとやってると、ゲームを操作するキャラクターを動かす筋肉はかなりつくんだよねと思いました。これ後になって思い返すとそうだなって話なんで、実際そう思いながらやってたわけじゃないんだけど、まあ今になって思うと CPU をパーフェクトで倒したいって言ってずっと練習してたというか、その試行錯誤してたのは、その操作練習にはかなり良かったのかなみたいな気はします。あのスト2の時って、その要するにトレモとかないんで、コンボ練習とかできないんですよ。なんだろう、コンボ練習とかないのよ、できない、繋がってるかどうかの確認もできないから、あの通行を親指で操作して、一発食らった後に親指でグッて横に押しっぱなしにしてガードさせたりして練習しなきゃいけなくて、結構大変だったんだな。なんでなかなかうまくいかなかった。まあそれこそジャブ昇竜とかアッパー昇竜とかはキャンセルできてれば成功してるから、まあやりやすかったんだけど、三段技、ジャンプ大パンチ、立ち中パンチ、大足払いみたいな連携とかは一人だと確認しようがなくて、まあきつかったんで、そこではね正直そんなにこう操作練習ってできなくて、それよりは CPU をはめ殺してる時の方が操作練習はできていたね。まあちょっと話がそれるんですけど、まあそれちゃったんですけど、格ゲーをするにあたり大前提で意識しなければならないこと、頭に置いておかないといけないこととは何か。すごいね、難しい話きたねこれ。難しい話きたな。あの初心者目線とか一切置いといて、俺が今対戦中に一番意識していること、まあメルブラに限らずね、意識していることは触られずに触る、それだけです。触られずに触る、まあストライブでもギルティでも、そのメルブラでも、まあ今後やるだろう KOF でも何でもそうなんだけど、触られずに触る、ただそれだけ。それをすごい意識してやってますね。なんでかっつうと、触ったら、触るって要するにジャンプ攻撃で乗っかったり、ダッシュ壊しをしたりっていう状態ね。相手に技をガードさせたりっていう状態になったら、そっから連携で中段下段とか行って崩したりできるから、まあいいのよ。で、相手に触らせずにダメージを取れるゲームってあんまりないから、まあ、そうなるよねっていう話かなと思うんですが、それは格ゲー初心者に言う話ではないので、ちょっと違うなと思いました。
難しいな。今の人ってあれだもんね、スタート地点が対人戦になってそうな気がするから、ちょっと難しくないって気がするよね。格闘ゲーム遊ぶぞっていうスタート地点が対人戦になっていたらきついよな。なんで、まあ基本はまず CPU 戦で考えたくて、 CPU 戦をパターンに はめて倒すっていうのを意識したいんだけど、まあメルはそこまでなパターンっぽい動きで動いてこない人っぽい CPU だからきついよね。まあ、ちょっと話が難しくなっちゃったんですけど、まあやっぱあれかな、まあ最初の話に戻るんだけど、キャラクターを思った通りのとこに動かすことができる、それが何よりも大事ですね。百獣の王も言ってたよっていう話で、まあ例えばジャンプしたらこれぐらい移動するとか、ダッシュしたらこれぐらい走る、コマンド入力するとこれぐらいガクガクキャラクター動くみたいな、自分のイメージとキャラクターの動きがどれだけ一致してるかっていうのがすごく大事なんで、まあそういうとこを頭に置きつつ練習していくといいのかなとは思うね。だからなんかコンボができるようになろうとかじゃなくて、極論言うとそういう筋肉がつくため、つけるためにキャラを動かしていった方が、まあ下地ができていいんじゃないのかなと思いますけどね。はい、まあ、めちゃくちゃな話なんですが、難しいね。はい、じゃあもう格ゲー大前提話するわ。はい、すげえ簡単な、超簡単な格ゲー大前提話ね、すごい簡単な話するよ。動ける時間、動けない時間、地上、空中、終わり。これだけ話は。動けるとき、動けるときね。動けるときっつうのは要するにガードとかできるときだ。動けないとき、技振ってるときだわ。ガードできないとき。で、地上にいる、空中にいるっていう状態を正しく理解する。ダッシュ中、ガードはできるから大丈夫な時間で、地上にいる、地上にいるから地上の技が出せる。ジャンプ、空中ガードができるから自由に動ける、技を出すと空中だからジャンプ攻撃が出るみたいな状態よ。で、技を振ったらしばらく動けない、キャラクターは。で、動けないところを攻撃されると、動けないところを攻撃されるとこうやってパニッシュって出ちゃうから、こういう隙を見せないようにしようねって話っていうのが、多分格ゲーの、最近の格ゲーのね、結構根っこに考えなきゃいけないことかなとは思う。キャラクターを動かせる、自由に動かせる時間と、相手にこういうふうに攻められてる時に動けないじゃん、この時。だからこの時今動けないんだな、でしばらくすると動けるようになるんだなっていう、なんだろう、そのキャラクターの状態がちゃんと分かっているっていうのが、まあ大前提として大必要なのかなと思ったりはします。はい、めっちゃ大前提の話したんですけど、この辺を意識してやると、もしかすると何か分かるかもしれないですね。動けるときと動けないときがある。動けないときに技を当てていくと、なんとコンボになる。動けないときに連携をしていくと、固めの連携になるみたいなね、そういう話です。はい、めちゃめちゃふわっとした話なんですけど、そんな感じです。お便りいただきありがとうございます。